どうもこんにちは。今回はですね、ついにペグハンマーを買いました。このね、袋入りのペグハンマーなんですけれども、こんな感じで、某 S 社と似ているような感じのペグハンマーになってます。ヘッドの部分はですね、真鍮製になってて、結構ね、ずっしりと重い感じになってます。後ろ側もこんな感じで、ペグをちゃんと引っ掛けるところがついてます。手にかける用の紐もちゃんとついてる状態なんですけれども、今回はですね、これを早速カスタムしていってみようかなと思います。じゃあまずね、紐なんですけれども、これ切っちゃいましょう。今回はですね、レザーカバーを作るので、型紙をね、本当は用意しないといけないんですけれども、まあ1回しか作らないと思うので、まあ、型紙じゃなくても現物合わせていいだろうということで、ある程度の大きさにカットしていきます。カットしてはこう現物合わせをして、カットしては現物合わせをしてという感じで、結構ね、むちゃくちゃなやり方なんですけれども、こんな感じで合わせていきました。まあちょっと足らないぐらいであればですね、皮は伸びるので、ある程度なんとかなるだろうということで進めていきます。あともう一つですね、パーツを切り出しているところです。で、このパーツはですね、どういう使い方をするかというと、さっきのですね、手で持つところがついてた部分、あそこと、今回作るレザーカバー、これをくっつけてしまおうと思います。もうくっつけてしまうとですね、横の処理が難しくなってくるので、まず最初にこの横の処理をしてます。このチャンネルを見てる方はですね、もう結構おなじみの作業なんですけれども、トコノールを塗って磨いてという作業をしてます。で、このパーツのですね、両端にポンチで穴を開けます。こんな感じで穴が開きました。そしたらですね、レザーカバーの部分の、ちょうど真ん中、ここを測ってですね、ここにもポンチで穴を開けていこうと思います。こんな感じでここにも穴が開きました。そしたら今度はですね、縫うための目打ちの穴、これの印をつけていきます。印がついたら、目打ちをどんどん進めていきます。ついでにですね、刻印も打ってみました。本当はですね、皮をちょっと切り出して、そこに刻印をつけて、それをね、また縫い合わせようと思ったんですけれども、持ってる革がカービング用の歯切れしかなかったので、ちょっと厚みがありすぎてですね、今回はそのままの刻印ということにしてます。こんな感じになるイメージですね。そしたら、つなぎのパーツをくっつけるのと、その間にリングを通してですね、ここに後で紐を通そうと思います。こんな感じでしっかりと固定されてます。結構なんかね、無骨な感じで、こういうの好きですね。そしたら、縫い合わせる作業です。この縫い合わせる作業も革をちょっと短めに切ってるので、こうギュッと締めながらの作業でした。本当はね、こういうのは型紙を作るべきだと思うので、これはね、あくまで参考として見ていただけると嬉しいです。
まあ、とにかくですね、最初から最後までこんな感じでギュッと縫い合わせていくと、まあ、うまいこといくんじゃないかなと思います。で、縫い終わったらですね、裏側の方で固結びをして切れば OK です。はい、という感じでですね、レザーカバーが出来上がりました。型紙がないのでちょっとずれてたりとかするんですけれども、まあその辺のね、細かいことは気にせずにいこうと思います。そしたらですね、今度は革紐を作る作業をしてます。細めに切った革の端っこ部分を処理していって、あとはですね、さっきと同じように金具で留めてしまおうと思います。トコノールを塗って、こういう風にですね、磨くことによって革の裏面だったり側面だったりの毛羽立ちが収まるので、これはね、必ずやった方がいい作業です。で、ついでにですね、ここにも刻印を打ちました。ちょっとずれてますけれどもね、まあ、その辺も気にせずにいきましょう。左右1箇所ずつポンチでこういう風に穴を開けてみました。で、どんな感じになるかっていうと、こんな感じになるんですが、ちょっとね、安定感が悪いので2箇所止めをしようと思います。結構ね、縫う作業は手間なんですけれども、こうやってね、金具で止めるとだいぶ楽になるので、まあ、場合によってはね、こういう風に金具で一気にやってしまうっていうのもありなんじゃないかなと思います。で、この紐になる部分もですね、結局あのカービング用の厚みのある革しかなかったので、結構ね、分厚い感じの革紐になってます。どうでしょう、安定感があるんじゃないでしょうか。はい、ここからはですね、実際にペグハンマーを使ってみようと思います。ペグハンマーって別にいらないんじゃないかなと思ってましたので、こちらがですね、今まで使ってたハンマーになります。ペグを抜くときはこんな感じで手で持ってやってたんですけれども、これ結構危なくて、一度ね、中指の爪を3分の1ぐらい切ってしまったことがあって、なるべくですね、こういう抜き方はやめた方がいいなと感じました。続いて今回買ったペグハンマーで打ってみます。ヘッドの部分もですね、こんな感じで大きさが全く違うのがお分かりいただけると思います。抜く時もですね、こんな感じで引っ掛けることができるので、スッと抜くことができます。いつもね、これでやりよったでしょう、このハンマーで、うん、これでちょっとやってみてくれる？え、これを？うん、よし、じゃあ次は、今度は新しいやつ。新しいやつ、父ちゃんこれね、買ったんよ。え、どっち？こっち？これをね、ここに手を通して、そう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 、そしてこう、そうそう、それでどっちが塗りやすいか。うん、
ってよ。じゃあ、いくよ。何回でできるか。どっちがやりやすい？6たす3は？ 6 たす3は？あ、9ね。9回でこれはできる。9回でこれはできた。これは？同じや、9回。同じぐらい？どっちがやりやすかった？こっち。そっちがやりやすかった？そうか。それはちょっと重たすぎる。重たい。こっちの方が軽いで持ちやすい。そうかそうか。分かったよ、ありがとう。はい、何個でも刺しましょう。待ってよ、待ってよ、くしゃ。